育児の1年目は幸せなものの、とにかく大変。赤ちゃんは四六時中泣いているし、嫌がるし、耳をつかむし。赤ちゃんは一体何を伝えようとしているのでしょう。専門家たちは赤ちゃんのそんな言葉の意味を解き明かしています。今回はそんな赤ちゃんからのメッセージをお教えしましょう。まずは泣き方から。最初の4ヶ月間、赤ちゃんは自分の欲求を伝えるために泣きます。7つのタイプの泣き方とその意味をご紹介しましょう。親を呼ぶ声。5、6秒間泣いて20秒くらい泣き止む、繰り返すのも聞いたことありますよね。合間に CM を挟んでいるんじゃありませんよ。これは親を呼ぶ声。赤ちゃんは長らく一りぼっちにされていて、親に構ってほしいと訴えているんです。すぐに言ってあげないと、この声はしばらく続きます。さあ行って抱っこしてあげましょう。赤ちゃんに必要な愛情を注いであげて。お腹が空いた声。この声は親を呼ぶ時ととても似ていますが、違いが一つ。すぐに言ってあげないと、泣き声がどんどんエスカレートします。赤ちゃんは頭を回して口でチュパチュパしているかもしれません。いえいえ、映画のエクソシストを見てその真似をしているんじゃありません。お腹が空いたっていうサインなんです。痛い時の声。一度聞いたらすぐにわかる痛い時の声。平坦でずっと続く鳴き声です。時折ヒステリックに声を荒げる場合は痛みが増しているということ。すぐにお医者さんへ連れて行きましょう。このタイプの鳴き声はとても大きいのが特徴です。まだ大きな声を出せるほど強くなっていない子の場合は除きます。生理反応の声。赤ちゃんの体でもいろいろな生理反応が起こっています。おならに、おしっこに、うんちなどなど。これらはどれも本人にとっては意外と不快なもの。泣きながら嫌がるような声を出しているときはそれです。眠いときの声。眠いときも問題。眠いのに寝れないことが結構ありますからね。赤ん坊のように眠るなんて言い回し。夜中すやすやぐっすりと眠れたって意味？とんでもない。寝たけど2時間おきに目を覚まして泣きまくったが正解。この時の泣き声は不機嫌そうな声に嫌がる声が混ざります。その後あくびをしたりもします。また眠い赤ちゃんは目や耳をこする傾向にあるため、そのようなサインにも注意しましょう。不快な時の声。体をゆすったりしながら本当に不快そうな声を出す時、両腕両足を突き出して背中を反らせたりもします。おむつや服を交換してあげた方がいいかもしれません。また暑い、寒いといったメッセージでもあります。退屈な時の声。最もよく聞こえる泣き声。赤ちゃんが泣いていて、できることは何でもしてあげたのにまだまだ泣き止まない。その理由は一つ、フラストレーションが溜まっているか退屈しているかでしょう。外の散歩に連れて行ってあげたりしてみてはいかがでしょう。ポーカーのゲームに付き合ってあげるのもあり。さすがにそれはまだ早いですかね。環境を変えてあげることですぐに泣き止んでくれる場合が多いようです。赤ちゃんが泣く場合のケースはそれぞれリストアップしました。赤ちゃんが出す声についても見ていきましょう。それぞれの声にはちゃんとした意味があるんです。オーストラリアの小児科、プリシラ・ダンスタン医師は赤ちゃんの泣き声を20年間にわたって研究し続けてきました。国籍を問わず3から4ヶ月の赤ちゃんをずっと見続けたんだそうですよ。彼女によれば、赤ちゃんがコミュニケーションを目的として音を出し始めるのは4ヶ月を過ぎた頃。それ以前の声は原始的な反射による声で、その意味を知っておくと育児の役に立つのだとか。その声のリストをご紹介します。ねえという声はお腹が空いたという意味。赤ちゃんが口の天井に舌を押し付けるときに出る声で、何かを吸おうとしているから出る音です。えという声はゲップが出そう、お腹から上ってくるガスを口から出そうとしている時の声です。たまにゲップ以上のものが出てくることもありますから気をつけて。おーという声は疲れた、眠いという意味。あくびの前に唇を丸めるためにこのような音が出ます。
へーという声は心地が悪いという意味。何らかの不快感が原因となっているはずです。体を動かして手足を突っ張る動きを伴います。エアーという声はお腹が気持ち悪い、助けてという意味。この変な声は次第にうめき声へと変わっていきます。赤ちゃんはお腹を伸ばして息を吐きます。このような状態を見過ごさないようにすぐに対策をとってあげてください。赤ちゃんの声に関しては以上。これでもう赤ちゃんの通訳になれちゃいますね。でももう一つ覚えておきたいことが残っています。それが体の動き。小さな赤ちゃんでも特有のボディーランゲージを持っているんです。それを知ることで赤ちゃんが必要としているものがわかるでしょう。背中を反らす。2ヶ月未満の赤ちゃんはしょっちゅう背中を反らしますよね。多くの場合は体やお腹の痛みに対する反応と考えられていますが、中には例外があります。赤ちゃんが食事の最中に背中を反らすとき、これは胃の逆流を意味します。食事の後でこれを行うのは満腹だという印。赤ちゃんが2ヶ月を過ぎてもこれをするときは不安になる必要はありません。単に疲れているか機嫌が悪いかのどちらかでしょう。頭を動かす。これは赤ちゃん式の心の落ち着かせ方。眠りに落ちそうな赤ちゃん、あるいは見知らぬ人といる時の赤ちゃんがよく見せる行動です。もちろんこんな時の赤ちゃんも助けてあげることができますよ。背中を優しくさすってあげましょう。すぐにリラックスしてくれます。耳をつかむ。ちょっと心配になるサインですが、これも自然な反応。赤ちゃんは自分の体が楽しいんです。ただし逼迫した泣き声とともに耳をこすっている場合はお医者さんに連れて行ってあげてください。原因を探りましょう。拳をギュッとする。拳の有無で赤ちゃんの空腹度がわかります。リラックスした開いた手はお腹がいっぱい、ギュッと握った拳はすぐにご飯が欲しいという意味になります。この小さな差に気づいてあげられるかどうかで、赤ちゃんに泣く暇を与えることなく対処してあげることができるようになります。足を持ち上げる。1ヶ月の赤ちゃんにとって腸やお腹の痛みは耐え難いもの。赤ちゃんはなんとか自分で対処しようと足を持ち上げて痛みに耐えようとします。親のあなたからの助けはそんな赤ちゃんにとって必要なもの。お腹をさすってあげれば最高でしょう。両腕を突っ張る。大きな音や光、突然目を覚ましたりすると赤ちゃんはびっくりします。怖がって両手を突き出し始めるんです。このような時の対処法は赤ちゃんを安心させてあげること。大丈夫だよとしてあげましょう。以上でおしまい。赤ちゃんの心を読むためのポイントをお伝えしました。小児科医たちはできるだけ赤ちゃんに話しかけてあげる行為も推奨しています。周りのものを言葉で教えてあげたり、それがどう動くか見せてあげたり、物語を教えてあげたりしてあげましょう。赤ちゃんは分かっていないような顔をしているかもしれませんが、ずっとコミュニケーションをとってあげることで自分自身の声やジェスチャーを覚えていてくれるんです。赤ちゃんが出すうんちの色からその心を読む方法もお伝えしようと思いましたけど、ちょっと時間が足りないので今回はここまでということで、皆さんが赤ちゃんとのコミュニケーションで使っている技はありますか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。